こんにちは、整体肉猫舎の瀬戸です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みなのに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は前回からの続きで、前回ご紹介しましたこの残暑を乗り切るですね、方法としてこの睡眠をとったりとか無理をしなかったりとか、そういうこともお伝えしたんですけど、この脳幹ですね、ここの部分の脳の中のですね、疲労を取る方法をお伝えしたんですが、前回ちょっと出先だったためにちょっと具体的にできませんでしたので、今日はですね、その方法について実際やりながらですね、解説をしていきたいと思います。でまずこの脳幹というのはこの頭と首のちょうど中間地です。ここです。ここにあります。でちょうど上を向いて時にちょっとへこむところがありますので、ここにまず脳幹という脳があります。漢字で書くとこういう脳ですね。の幹と、脳の幹と書きます。でここが生命を司っていて、呼吸をしたり体温調整をしたりとかですね、心臓を動かしたりとか血液を流したりいろんなことをしてますので、ここの疲労を取っていきます。そうすることで生命力自体が上がりまして、まあ、溜まった夏ですね、この8月を乗り切ってきた溜まった疲労も早く抜けていきますので、結局脳幹がですね、いろんな疲労を感知してそれを取り出すってことをしてますので、ここが疲労しているとそれが正しく出ていかないので、脳幹の疲労を取っていくということになってきます。では、実際やっていきたいと思います。で、やり方は、ですね、こういう、まずタオルと、あと台ですね。まあ、低いテーブルとか、あとは、昨日も話しましたように、背もたれですね。椅子の背もたれのところでもいいので、ちょっとここは今回、椅子がないので、こういう台を使ってやりたいと思います。でまずこの台にこのタオルをこの角っこの部分ですね、ここに当てます。もしこういう角が丸くてタオルとかこういう必要なければなしでやっても結構です。でこういうふうに当てまして、このちょうど角っこですね、ここに先ほど脳幹の部分ですね、ここが当たるようにまずこんな感じで寝っ転がります。この脳幹というところがすごくデリケートなので、優しく当てるようにしてください。決してガツンとやらないように優しくふわっと置いてあげてください。で置きましたらできるだけ、まあ、腕もだらーっと脱力してここだけで引っ掛けるような感じでやってみてください。でもしこの肘をついたりした方が楽な場合ですね、まあ、この肘をついてやっていただいてもいいです。どちらでもやりやすい方ですね、あなたが気持ちよくできる方でやってください。でまずですね、こういう形で引っ掛けてダラーとします。とにかく全身がですね、もうアイスクリームになったかな、アイスクリームの熱によって暑さに熱に溶けてダラーとするようにダラーと脱力します。これもですね、あなたもダラーと言っていただいたらより効果出ますので、自分につぶやく声でいいので、だーらーとします。そうしますと、このちょうど首のここの部分ですね、ここがなったら食い込む感じになってきて、かつこの、体の部分ですね、体がだんだん下がってき、下にだらっと垂れ下がってくると思います。だけど、ここが引っかかっているので、首がスーッとね、じわーっと伸ばされていく感じになってきれば大丈夫です。まずこのダラーっとですね、じわーっとする。これだけで、まず脳の疲労が取れていきますので、こういう形でやってあげてください。で注意事項としては、ここがもし首のところ当たっているとか痛い場合は、タオルをもう少し厚めにしてやるようにしてください。痛い時に我慢しながらやらないようにしてください。で、これが、だいぶですね、気持ちよくなってきて、慣れてきたら、ちょっとだけ、ね、まあ、1センチから2センチだけ頭を右に傾けます。1、2センチです。でそこでもまたダラーと脱力します。ダーラー、じそしてまた今度は反対、左側ですね。左側にゆっくりとね、転がしていきまして、そこでまた
だと脱力していきます。そうしますと、この脳幹がですね、中央からと、あと右と左から両方からですね、解消されていきますので、より深い部分の脳疲労が取れてくると思います。でやった後はこの首まれがすっきりしますし、視界もなんとなく明るい感じになって、視界が広がったような色彩も何か彩り鮮やかに見れたりとかいう風な変化も出てくると思いますので、結構目もパッチリとね開いてきやすいので、これからしていただくと脳幹部分の疲労が取れますので、脳はですね活性化して、より体の疲労っていうのは抜けやすくなりますので、この8月が終わって9月、この夏を最後ですね乗り切るためにも、ぜひですねここをやって、仕事の合間でも結構椅子を使えば結構できやすいのでやってみてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。